シェーハンディフラグ、考察ダメージ、試しあいさあ、えー、とうとう、急は、見終わって、僕は、涙を流してしまいました。最後、え、マジかと。あんな形で、アツトと再会するのかよっていう。ちょっと涙が、出ちゃいましたね。 息子の父っていう感情も乗かっちゃったんですかね、はい、それが乗かっちゃいました、うんうん、今週日曜日もう19日で第一章が終わると,ということはある一つの事件が一つ解決するんじゃなかろうかいや迷宮にするのかどうかっていう 難しいですねいやでも本当面白いですねいやこれはね、うん、ちょっといろいろポイントポイントで喋っていきたいと思いますが、うんはい、結果 DNA 鑑定はやってなかったですけどもはい受けてなかったですね、はい、取り寄せていただけですねそうですね、はい、あの DNA 鑑定の書類ははい 真帆が置いたのか、は、はたまた。菱田が。仕組んだ罠なのか。うんうん、どうですか、めぐちゃん。そうですね。私もあの、おしあ、押し入れじゃない、引き出しの D. N. A. 鑑定のは、ちょっとまだ。やっぱ真帆がいない状況だからこそ。<う>菱田が都合よく話を作ることは可能ですから。そう。ね。ほ<う>。なんで、まあ。まだ菱田が。 凌介を自分のものにしたいっていうことだけを考えているとすれば、はい、自分の都合いようにどんどん進めていきますよねはい。だから菱田が相掛を持っているから菱田があれを、うん、う仕込んだって可能性もあります<う>取り寄せてそれだけを、うん、でとなるとですよ、うん、あの菱田が凌介に相談を受けてたっていう回想シーン、うん、あれもどこから どこまでが本当でどこからどこまでが嘘なのかっていうのも僕はちょっと考えちゃいましたうん、なんか急にあの真帆との、はい、そのこんなこと相談されたんですっていうね、はい、語ってた時だけ急になんか必死だがいい人に見えましたもんね、はい、なんかそれも怖いなってあの回想シーンで分かったのは、うん、林がプレイボーイだっていうことと、うん 真帆が知らんだってことです。知らんではないんです。よもうたまってた。主婦だったら、あれ、見たらわかります。かたまってたもんが、お酒で発散しちゃって。発散しちゃうんですよ。っていうことは、やっぱり、あれですよね。林も、ずるかったですよね。みんなで飲もうとか言いながら。最終的で、やっぱり、真帆と二人っきりになるっていう、俺は計画だったんじゃないかな。怪しいですよね。ね。だってね。 あのほら袴田さんが出てきたじゃないですか、はいはいね、に連絡しようかなって言った時も「いいですいいです僕に任せてください」はい、ってこう連絡を取らせないようにしたっていうのがあれはもうワンナイラブスだからやっぱタカさん当てますうあすそこはもう <laughs> 私もう経験上そうだろうなと思って <laughs> 経験上、えー、となるとあのホテルに入った時のじゃあ写真は誰が撮ったんだってそこなんですよね 同窓会にいた誰かなのかはたまた林のことを追ってるストーカーいや真帆を追ってるストーカーなのかいやだから真帆にその後魔真帆に本気になっちゃったっていうふうに、はい、まあ菱田はやってたじゃないですか、はい、でも恋人がいるのに別れるから離婚してほしいみたいなことを真帆に何か言ってたみたいなね、はいはい となるとその時付き合ってた恋人がもうすでに、はい、マリナでしたっけ、ね、マリナだったとしたらあの、はい、ねこの等々力マリナだったとしたら、はい、このマリナのお父さんはい林圭哉のそう等々力健在のね、はい、この父がいろんな手を使うって言ってたんでそのいろんな手を使って 林の周りをね、<う>嫁に俺の嫁のね、息子にするにはふさわしいのかっていうことで警察させてたとるね林の周りを調べまくってて、はい、その時に撮った写真だ、はい、かもしれないなーっていう,うじゃあね、SNS に上げたのは一体誰だうーんってなってきますよねそうなんですよだから全部僕はだから一つに繋がらないんですよ僕はだから 菱田と林はもう、知り合いなんじゃないか。はね、俺は。そう。だから、菱田は自分のものにするためには何でもやるだから、その同窓会に、もう行くのは分かってますから、真帆が。真帆が好きすぎて。ね。でも、その時にはもう、良介のこともちょっと気になってたかもしれないその、はめるために、林くん、林くんって。 ちょっと協力して。うん確かに私写真撮っちゃうまあねであなたも真帆さんが欲しいんでしょみたいなねそうひさそういうことやる女ですからね確かにねええ後輩に奪わせといて見ましたかどう見ました後輩に奪われあそっか奪われたけどそうそのまま奪われるふりをしたそうで最後にね息子のためなら何でもできる だからあの、写真撮ったら僕は菱田じゃんじゃないか。で、SNS に拡散したのが菱田なんじゃないか。なんとなく僕が、うそう、メールを送,って送りつけたとは。で、あやろうって、配信をその前は言ってました。ああ、そうですね。<う>こう一応タッグを組んでる感じだったのに、はい、あいつ。裏切りやがったな、みたいな。な感じも見えてきましたね、今回。いや、怖いですよ、あとやっぱり。 マリナのお父さんはいいや怖いですね何やるかわからない人ですからもう,もう本当にあれだからあの菱田の息子いますよねうんきよちゃんちゃん、き明清きの耳元でスマートフォンかかさして喋ったら殺すみたいな、はい、う,うん なんか喋ったらカラス、こんな声でしたよね <laughs> 確かにあの, <laughs> あのスマホをねスマホからこうこうやってね聞こうやってね喋ったらカラスありましたね <laughs> 新年さんデパートに出てきてく <laughs> ああやって聞かしたの俺は構造なんじゃねえか お父さんタカさん自らはい俺自らあれ構造に見えたんですよね,ねでも私その時ええー、って思ったんですけどあれだって帽子をかくかぶっておじいさんでしたよ写真見たらそうかもしれないそ,そお父さんが何でもやるって言ったんですからあそこまでやっちゃうっていうだから、ね、協力してくれっていうあの喋ったら殺すっていう声は娘の声なんですよ<ー>もしかしかたら 途中女の人の声みたいにもなってますよね女いな喋ったら殺し <laughs> そう気に入ってますね <laughs> あれなんですよってことはやっぱ黒幕が轟健在ですかね可能性がちょっと出てきてますね今 <laughs> そして菱田が明人とそれで帰った時とうとう明人 清張ごめんなさい清張希ちゃんと帰ってきた時とうとうふすまから誰か出てきたんじゃねえか出てきたのかんかわかんないけど誰かが家に侵入してたのか絶対あれはふすまを見てましたもんねはい「待ちなさい!」って言いましたよね「待ちなさい!」で何でしたっけ180秒で持ってくから持ってくから数稼てくださいそんな 2>, 2分ちょっと、はい、2> 2分半ぐらいあそこで何があった 2>, 2分半ぐらいでなんかそんなちょちょいと片付けれる問題なの,なの何が何が起きてたのかだからこの後に出てくるんですけど結局やはりバタコさんはカニナリしたよね なんでしたねあれも怖いすごい登場シーンでしたね。カリダ。うん。でカリダはミツルを呼び出して、うん、埋めてましたね。はい。あん時にミツルが眠りぐ薬睡眠薬飲ばしたのおばいっていう睡眠薬っていうキーワードが出てきましたよね。うん,う,んうん。言ってました。 そこ,こで僕はピンとは来たんですけど、うん、なんとなく、うん、あっつと思う睡眠薬飲まされてたんじゃないかうんうん、うん、大量の睡眠薬がみたいなこと言われてましたよねあの自習予告ではい病院に運ばれた時ですよね予告、うん、でちょっとだけ見てましたけど、うん、ということはあっつとか睡眠薬飲まされてたってことは ふらふらな状態で目を覚まして襖から飛び出ちゃったそこを見られて待ちなさいって言ったのかもしかしたらカリナが菱田の家まで行って、うん、カリナがあの時菱田の家にいたってことですか あーでもどうやって入るんですかねなん,なんぼでも方法ありますよそっか橋を使ったりしかも私たちがほら発見した凌介の向かいのお家の中村っていう表札ねはいがあったんで、はい、もしあそこが、はい、家だとしたらはい上から下いけますよねいけますねそこなんですよそして そのミツ留は中村という旦那。あ中村という名字。で、彼らは離婚してるから、名字は旧姓に戻って、拒んだ。はい、で、ミツ留が死体を警察に確認しに行った時に、違いますと。うちの子じゃありません。 でもその後、電話した相手に「おい確認したぞ!」なんてことってなんでなんだっていうあの電話の相手は彼だラなんですうーんねであのと呼ばれてあえて睡眠薬多分飲まされてお眠分になっちゃったわけですからこいつ気づいたなっていうことで、はい、睡眠薬影,影は消すでしたっけ、はい あと一人そのあと一人は誰なんだねそれがまあ普通に考えたら涼介かなって思っちゃうんですけどはい僕は林が狙われてるような気がしおおちょっと怖いですよね怖いですね林は俺でその前にちょっと 林は、えー、あの、コインロッカーで、財布見つけましたよね。はい、見つけました、ね。財布見つけ。うんうん、あれは誰かに多分指示されてあそこに行って、そこにあるから確認してきてなのか、うん、その相手はちょっと定かではないんですけども、それを確認して記者に見つかって、車に,に逃げましたよね。はい、赤いスポーツカーになって。あれが用意されてたってことは、 もう林はあそこに来るっていうのは分かってたのか。そうですよね。ええ。だからそこを公園ロッカーに呼び出した誰かが林を救った可能性はありますよね。うーんで、その乗った林が逃げる時にザワービ助かったよって言ったんです、うん、あれがタクシーならあんなことは言わない。だから誰かが運転してる車なんだ。確実に。そこの運転手が実は 嫁ちゃん<ホ>婚約者いや<ー>林の婚約者あ、はいはいはい、マリナ,マリナうん、うん、私もそうかなって思いますマリナが救いに来た可能性がある、うん、もしくはマホっていう線もあります、うん、いやマホであってほしくないけどなでも今まだ林と関係が続いてるんであればマホの可能性もありなくもないえー、じゃああの回想シーンで、はい、ね 一人で悩めばいいんだってその、ね、凌介には受験の悩みとかも言えなかったと、はい、受験をするって決めたのは私だから<ん>すごい愛ある言葉じゃないですかだから自分が背負えばいいんだって<ん>なのにまだ林と関係があったとしたらやっぱり林を好きになっちゃってるってことですかおそれでででではないいいいすすすよいやー怖怖ね女性って怖いです 結局もしその嫁ちゃんが林の婚約者が嫁ちゃんじゃないのか婚約者が運転手なんだとしたら、うん、小前ちゃんが声かけたのはマリ奈でしたよね、はい、葬儀屋の小前ちゃんが。は、うん、はいはいつけてなんか 盗聴器を仕掛けたのかカバーにポンって入れましたよねれた、うん、あれは俺盗聴器か GPS かなんじゃないかなと思っててなんでそういうことやる必要があるんだ僕は思うんですけどで,す、ね、でもこれでちょっと見えてきたのは、うん、勝手な考察ですよ僕のカリナ中村はい。バタコと中村美津 そして、小舞ちゃん。うん、ここはあと、教祖様。はい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 。ここは俺、身内なんじゃねえから。なんか。何かしらの。なるほど。小舞ちゃんは、もしかしたら、バタコの、妹なのかもしくは、長女なのか 可能性もありますよね。こまちゃん名字何でしたっけでもちょっと違うの。元木,、ね、木か。教祖は教祖しかないですね、<う>名前が。まだ、あ、名前が出てきてないんですよ。教祖様ってしか呼ばれてないですよね。はい、これが元木の可能性もありますよね。確かにね。そこがまだ分かんないですよ。似てな、ねね、の。ね仮なの。 兄弟だったりももするかもしれない、うん、そこで見えてきたのはバタコとやはりええー、小林ちゃんは兄弟だとしたら協力し合ってるはずなんです。で満はそれに「もうやめようこういうこと」ってなって今埋められちゃったわけですよ。ねもう写真も白くな,なっちゃう <laughs> も総括ものになっちゃう人そうだ,っただとしたらですよバタコさんが小井ちゃんに指示を出してもしかしたら居場所を突き止めなさいみたいな、うん、犯人が動くと小井ちゃんは動きますから今インフルエンザで休養中ですからそうですね、うん、そう。 来週1週間休むかもってで何かしらその家族は菱田家にもちょっともしかしたら恨みがあるんじゃないか、うん、いやもしくは菱田家が巻き込まれてるお恐れもあるんですけど結局バタコファミバタコたちは涼、うん、介の家族に復讐したいわけですよね。うん、そこで ツトを探してたんだけども、ツトを先に違う意味で、漁師をものにしたいという菱田が、ツトを先にタイミング、例えば誘拐しちゃったとしたりしたら、バタコたちは探しますよね、ツト、うん、のことを。うん、そしてでも小前ちゃんが突き止めた、あの篤人の洋服、うん、ネットで買った時に、うんうんうん 分かってんだぞ、誘拐犯って。送ってますよね、メールを。あれはもう菱田に送ってるんですよ。だから、菱田が篤人を誘拐してて、監禁してたっていうのを、してるっていうのを、もう知ってたんですよ。何らかの形で。小林ちゃんは。なるほどね。そう。だから、バタコに知らせなきゃいけない。だからもしかしたら、小林ちゃんってだろ、だから、バタコが、 その菱田家のベランダに侵入してあの中村の家がそうだったらですよ、うん、中村の上からベランダからちょっと一回だから降りて、うん、でベランダからちょっと目を覚まして逃げようとした篤人をベランダから助けてあげるよいい「助けてあげるよおいでおいで助けてあげるよおいでおいで」ってルルルルルって。 で,で一緒に逃げようとした時にバチャサイですよなるほど見られて、うん、でで連れてっちゃったってことですかねそう結局連れてかれちゃったで睡眠薬を飲まされたんですよまた、うん、らに。 わかんないですそう、関係してるときは、うんうん、もしかしたらね、睡眠薬とかも何んもんなかったかもしれん。ただ、もう、睡眠薬を大量飲まされてたってことが、彼ら、もしくは小前ちゃんが、ジュースかなんかで混ぜて飲ましちゃったんじゃねえかな。なんて僕は思ってるんですけどね。なるほど。 いやーちょっとこれは展開です思ったよりも意外といろんな人がつながってる可能性がありますよねだ山田と菱田菱田は菱田で山サッカーコーチと山田をはい利用してます、はいうん、で予告でありました篤斗の記憶が戻ればもしかしたら大変なことになるかもしれない時間の問題だってやっぱ何かを隠してるんですよね で結局冷凍板運んだやつあれ文字はなかったけど一緒なんですよ送り,送り主はうんうんうん涼介あてにはいやってたやつですね、はい、バタコなんじゃねえか、うん、そうで予告で小太郎もちょっと怪しくなってが来てるんですけどあうん怪しかったですね小太郎も小太郎で パタ,タコ関係なんじゃないかなあの冷凍遺体の男の子のほっぺにあったほくろが小太郎のほっぺにあるほくろと似てるっていうのもいっぱいツイッターに出てますよね、はい、意しいなアップなシーンがありましたよねあれはだからキーワードになってくるんじゃないかなうんそれも考えられるななんとなくって思っちゃいますね わからない小太郎と誰かの子供いやそんなことはないか年齢的にわからない弟かなあるとしたら弟ですよねそういう線が出てきましたよね、うん、これは波乱ですよ一体どうなのかねえあとは「日のに奥さんいたんかい」っていう。 が <laughs> <っ込> <laughs> <laughs> めちゃゃくちゃ <laughs> ちょいちょい出てきますからね <laughs> そういうのいや日野はずっとね、はい、奥さんの妻がいるっていう情報は、はい、指輪だけでしか婚約者っていうふうにしか言ってなかったんで、はい、ずっとみんな日野怪しんでたんですよね、はい、あのお財布のシーンで「この財布うちの妻がねだるやつだ」っていう、はい、あの一言でみんながすごい考察で日野怪しい IC だったのがはい なんだ奥さん居たんかいたんかいみたいな、うん、でもあ林はあの後れさなきゃいいですけどね僕はなんかちょっと二人目の相関図の白黒が出ちゃうんじゃないか影ただあの教祖様が言ってんのはこれも書いてましたあの自分の影と向き合いなさいって言ってるんです皆さんの考察の中に、うん、皆さんの考察の中にですか あ、そうです、そうです、考察の中にも、教祖様が言ってる言葉が。自分の影と向き合いなさい。ただ、えっと、バタコは影は消すと言ってますよね。全く逆のことを言っているんですよ。だから、あの教祖様、教祖様。耳打ちして、した、耳打ちした内容が、なんかわからないですけど。はって、怖い顔してます、教祖様。だから、バタコが何か起こす。 うん、それからの密輸を叩きのめしちゃった、うん、ところですからバタコのスイングとんでもなかったですね <laughs> やっぱね野球好きとしてはでよデスパイル <laughs> いい打ち方でした殺しちゃいけませんよでもどうしても殺さなきゃいけない理由があるデスパイル 顔が綺麗ちゃうし <laughs> ちゃんとあのカメラワーク内でデスパイルなんですよだからまたこれはちょっと面白がってきますよもう一腹二腹ありますよいやありますね結構考察あここっちかっていう考察が多いですもんね篤と関係してたのは誰なんだ、うん、冷凍 で箱を送りつけたのは誰なのかそして光真帆は一体どこにいる、うん、光は光で俺は別のやつが関係してると思う真帆はわからないまだ何もわからないうん真帆は本当に一番わかんないですねうんいやーでも涼介を裏切らないでほしいっていう気持ち結局あれなんじゃないですかもう先 ちょっと読んじゃいますけど最終的圧とはでも命は救われても記憶がなくなっちゃう可能性ありますよね。それもみんな,なんか考察してましたその植物状態になったとか、はい、でもだとしたらもうこのドラマ絶対ハッピーエンドに向かわなくないですか絶対ハッピーエンドにははなならいいんです <laughs>、ね、悲しい結局僕は でも、り介の優しさで、これ乗り越えていくんだ、みたいな、遠藤を迎えようとして、その時にちょうど DNA 鑑定が届くんじゃないかなって。検査したよって言ってましたもんね。言ってました。まだ届いてないけど、検査は出てないけど、結果は出てないけど、あの結果が出た頃にお話、もうストーリーは終わってて。でも、d n a 鑑定の結果を見て、はーってり介の顔のリアクションで終わる。 ちなみにそれ誰がち？トビコっていう。<laughs> あ、ではこれ言っとかなきゃいけないせ、ね。なんですか？プロビン。あ、プロビンね。プロビンはなんかちょっと先生離脱みたいになってましたけど。結構あれマイナに言われて。はい、へこんでましたよね。よねだいぶへこんでましたよね。明らかに自信を失ってますよね。ええ、うん。あのプロビンのあの上。でもなんだかんだ僕はプロビンの YouTube が 最終的ってくるんじゃないかっていういやそれは思います今この時代に合わせた感じで、うん、ここにもっと前から答えあったな,なんか違う感じの動画載せちゃってそこに何か映り込んでるとかそういう可能性もありますよこの後うんもしかしたら違うチャンネルを開設する可能性もありますしねプロビンが名前を変えよっかな改名しよっかなって言ってましたよねああ言ってたねなんか。うん だからそれ何でしたっけもうだから調べてからそれ喋ってくださいよちゃんと阿久津落合の刑事コンビもやっぱりいいところに出てきますよねポイントポイントで <laughs> 阿久津刑事のすね着を玉にして。 毛がかいたのを虫って集めてるって話がくだらなくて、ね、僕は大好きでしたけどね僕も毛深いんでああいうことをちょっとやってましたけどたまにしてありんこうとかってやってましたけどね、えー、でもまた阿久津刑事はと落合コンビはまた凌介が探る前に警察に任せてくださいって言ったでしょうっつって いやあれはもうだからまた出るあれはもうポイントポイントで刑事がやっぱね何かを握って絶対帰ってくるんですよ今多分林林がまたもし殺されそうになったら林の後追ってますから今もう絶対追ってるんですよ林の後確かにだから林がもし誰か,かしらに殺されそうになった危険な状態になった時に殺す殺さないダンチ 出てくるんですなるほど <laughs> 決まりましたね今日決まりました今日の晩飯カレーライス鍋どっち鍋 <laughs> 寒いから鍋にしてみたいな温めてってただまたちょっと画面切れちゃう <laughs> どうしてもこっちに行きがちなん物そうそうそう いや、これ楽しみですね。楽しみですね。なんですか、プロビン出てきました。はい。はい。あのやる気なくして、ベッドでも転がりながらね。はい。二宮と望月の、あの喋ってる後ろ姿を。ツイッターがなんかで見てますよね。はい。時に。預言者プロビンに改名しようかなって。言ってて。預言者。うん。だから、マジになっちゃったみたいっていうのが。こじつけで適当言ってただけなんだけど。それが、マジになっちゃったみたい。っていう。その時の動画が。 がこの二宮と望月が「<う>あの花が咲いたね」っていう,うその写真を見てるんです<う>その後ろ姿でアフロディーテの下僕が望月だと予想されてましたけどその写真をっょ撮ったら部長ですよね多分部長っぽいですよねじゃあプロビンと部長はつながってるってことなんだじゃあそれでプロビンに情報提供してるんです あだからネットに載せられた情報なんでそれはフ、ねはい、ロビンは多分そのいろんなネットあの情報を探してるじゃないですかそのネットに載っけたのはじゃあ部長ってことですよね要はもしこの下僕がそうだとしたら、はい、多分そうなんですよ、うん、あでもだとしたらここで花が咲いているのも見てるの誰かチェックしてるとしたらこの花が咲いてるのを見てますよね。はいはい 何を言いたいんですかいやあのー、ほらバタコさんが会社に電話かけてきて、はい、二宮に「花咲いた?」って言って「はいはい、あ咲きました」はい、え本当に?」って、はい、でその後にに篤斗が戻ってきたじゃないですか睡眠薬のまされて、はいはい、であの時にその花を咲かすために、はい、二宮は望月と二人で土をまいて「はい、何願ったんですか?」って言われてそこで。 あの部長の家族が無事に戻ってきますようにって二宮はそこで祈ったんですよね。<う>で後に花が咲きました<う>で篤人が送られてきました<う>その願いを知ってるのって望月かコタローくんかコタローか、まあ、二宮本人<う>ぐらいにしか言ってないですよね。<う>となると。 望月も怪しいしなるほど二宮自身も怪しいなるほど自分で言ったのを思い出してあ私家族が戻ってくるようにってお願いしたわなるほどわかりましたじゃあそろそろフラグを立てる時間ですよはいめぐみさんはこの9話まれ見て誰が犯人だと思いますか いや私もう交差しまくっちゃって決められないんですがやっぱり注目してるのはバタコ,でおバタコはないかしらやっぱり出てきますからね、はい、これからどんどん、うん、ではタカさん、はい、フラグを立てるとしたらズバリ猫おばさんです 出たー。はい、今日初めて聞いた名前。猫馬さん。逆にも、ここで言おうと思って出してなかったですよ結局猫馬さんです。だ <laughs> ったかった。結局ね。はい。ま確かに、要所要所、いいところで出てきますからね。はい。なんか知ってんですよね。この。猫馬さんは絶対知ってる、ね。なんか知ってます知ってるんです。猫馬さんは。知ってるというか。見てるんです。あ見てる。いろんな現場を。ああ まあ、猫もたくさんいるしね、はい、猫たちも見てるかもしれない、はい、やっぱり猫おばさんと猫おばさんはい皆さんはどう考察しているでしょうかいやーますます展開が面白くなってきましたいよいよ第1話が今夜終了いたします一体どんな展開になるのか今後期待。 とんでんがいしはあるのか。それでは今日はこの辺で、バイ。センキュー。あい。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。この動画を見てくれたあなた、今日のラッキーアイテムは。えー、ここのピアス。